子供の頃、大きくなったら大学に行って、普通に就職して、普通に仕事して、25くらいで結婚するのかなって思ってた。なのに今の俺は、誠に残念ではございますが、今回は採用を見合わせていただくことになりました。貝崎新さんですね。はい。二浪して大学入って、その後大学院まで行ってるんだ。根性あるね。根性には自信があります。あれ、でも新卒で入った会社を5ヶ月で辞めちゃったのはどうしてなのかな。それは、その方向性の違いと言いますか、将来を見据えての英断でして、素早い決断力と行動力も僕の長所です。そう。27にもなってフリーターか。もしもし。俺。お、竹中。貝崎、お前今日給料日だろ。飲み行かね。ああ、うん。もうすぐ上がれると思う。いらっしゃいませ。終わり、お待たせ。おう、じゃあ行くか。ああ、明日の仕事か。いやだけどまさか竹中が結婚とはな。本当おめでとう。奥さんによろしくな。 Thank you。 海外こそ新しいプロジェクト頑張れよ。おう、じゃあこれ俺の分。ありがとうございました。俺の人生どうしてこうなっちゃったんだろう。今の俺には何もない。仕事も夢も目標も。こんばんは、はじめまして、貝崎新さん。人生やり直してみませんか。は？この度貝崎さんはリライフの被験者に選ばれました。私たちの実験に協力していただけませんか。いや、てか誰。すいません、申し遅れました。リライフ研究所の夜明け亮というものです。リライフ研究所。我々は社会からドロップアウトしたいわゆるニートを対象に。おい、ちょっと待て、俺はニートじゃねえ。一応就活してるし、たまにバイトだって。これは失礼、存じております。あなたの経歴は勝手ながら全て調べさせていただきました。怖っ。あ、待ってください、話を聞いてください。聞けるかそんなもん。
実験期間は1年間です。それだけで貝崎さんに新しい人生を約束します。しかも生活費は全て面倒見ます。全て？はい、家賃から食費から全て。さらに終了後は就職先のご紹介もいたします。マジで？悪くないお話でしょ。貝崎さん無職だし、再就職の見込みもないし、どうせ貯金もないでしょうから。うっせえよ。つか人生やり直すってどうすんの。そんな簡単に変われるわけないだろ。簡単です。この春から1年間高校生になって高校に通うだけです。はあ？高校生？俺もう27だぞ。ご心配なく。うちで開発した新薬です。これを飲めば高校生ぐらいまで若返れますから。あれ、なんか引いてます？当たり前だろ。なんだよ薬って、怖え。とにかく一度考えてみてください。いらねえっつ。実際もう辛くてやめたいんじゃないんですか。会社員のふりしてこうしてお友達と飲みに行くのも。あ、今の自分を忘れたいことだってあるんじゃないんですか。いいお返事お待ちしてます。それじゃ。あれ？見えてる。ん？なんかちょっと違う。ひげも薄いし、まるで若い頃の俺。貝崎さん、リライフしてみませんか？
光栄。高校生の群れの中におっさん一人。超光栄って何ビビってんだ俺。相手は銃も下のクソガキだ。JK だ、ガチの JK。 とりあえず目立たない席に座っとこう。そこ私の席なんですけど。すみません、編入してきたばかりなもんで。席順なら黒板に貼ってありますから。はい、ありがとうございます。おはよう。僕の席はどこかな。なんでここにいるんだよ。じゃあ自己紹介も終わったところで恒例のテスト始めます。あ、テスト。うちの学校初日からテストがある。びっくりしちゃう。マジか。聞いてねえぞ。何にも準備してねえじゃん。まあでも俺は一回卒業してるし意外とできちゃうかも。はい、まだめくらないでね。てか筆箱ねえじゃん。海崎くん、それ何？何って、タバコですけど。タバコ？いや、あの、これは違うんです。あの、いつもの癖で。いつもの？ちょっとね、あなたね、まだ高校生でしょ。テストの時間押しちゃいますけど。そうね。放課後、職員室行きなさい。みんな、前向け。テスト開始。あの、ありがとう、助かったよ。別に。あ、よかったらそのまま一日どうぞ。大丈夫。風邪なら無理しないで休めばいいのに。休む？バカ言わないでよ。年上に向かって。このテストだけは絶対に休めないの。負けず嫌いだからね、レナは。委員長の座は誰にも渡せないよね。このテストの結果で委員長は決まるんだよ。カリュウは今までずっとクラスの1位で委員長だったわけ。え、すごっ。でも今年は学年トップの石田さんと同じクラスになっちゃったから。勝手にベラベラ喋んないでよ。すいません。怒られた。夜明けくん、さあ説明してもらいましょうかね。なんで学校にいるんだよ。委
言ったでしょ、被験者を観察するのが僕の仕事だって。貝崎さんの驚く顔が見たくて黙ってました。こんド S。 それにしてもなんでよりによって3年なんだよ。勉強は一番むずいし、周りはもう仲のいいやつらで出来上がってるし、そこに編入するなんて一番大変だろ。まあ何年生でもいいんだけどね。別に俺がこの話に乗ったのはただ生活費や就職のためだし、そもそも俺はみんなの記憶から消えるんだろ。リライフを終えた後、貝崎さんに関わった人すべてから貝崎さんに関する記憶は消えます。え、俺の記憶は？もちろん貝崎さんの記憶はそのままです。じゃないとやり直す意味がないですし、ダメなニートに逆戻りですから。ただし、もしリライフのことを誰かに話したり正体がバレるようなことがあれば別です。貝崎さんの記憶も消され、即座に実験終了となります。だったら影薄くさらーっと1年過ぎてくれりゃそれでいいや。食券買いに行けよ。まだ？早くしてよ。あれ、あの子どうしたんだろう。石代さんだ。なんか揉めてるみたいですね。石代さん。あ、タバコの人。その覚え方つらい。あ、すみません、強烈だったのでつい。どうかしたの？なんか困ってるみたいだったけど。いつもの癖でお金を持ってこなかったんです。今回も1位を取るので食べさせてくださいとお願いしたのですが、ダメでした。よくわかんないけど、つまりお金がないのね。じゃあ貸すよ。はい、どうぞ。こんな大金を気軽に貸せるなんて大人ですね。お、大人。あ、いやでも何があるか分かんないんだし、とりあえず持ってろな。ではお言葉に甘えてありがとうございます。はい。ああいう子がタイプなんですね。違う、何言ってんだよ。影薄くさらっとですか。貝崎くん、ダメだよ。若いうちからタバコなんか吸ってたら大人になった時に絶対に後悔するんだからね。はあ。まあ大人ぶりたい年頃なのは分かるけどさ。あの、天津先生っておいくつですか？25だけど。年下か。はい。あ、いや間違えました。若いですよね。何？若いと思って舐めてんならぶっ飛ばすわよ。いやいや、そんなんじゃないです。すごいなって思うんです。ん？そんな若いのにしっかりした職についてしっかり先生やれてるじゃないですか。本当尊敬します。何目線で語ってるわけ？おだてたって反省文はしっかり書いてもらいますからね。はい、本当に。じゃあ帰ってよし。俺とは大違いだ。
今ならわかる。社会に出て働いていく大変さが。自分が大人になってやっと。申し訳ありません。頼むよ最近、初歩的なミスだろこんなの。以後気をつけます。今回の発注書のミス、佐伯先輩のせいじゃないですよ絶対。きっとあいつらが。ありがとう貝崎君、知ってるよ。え？でも私は大丈夫だから。石野さんは何で残ってたの？部活か何か？いえ、現代文のテストで分からないところがあったので先生に質問してました。さすが真面目だな。真面目でつまらない女でしょうか。え？日頃からとっつきにくいと言われてまして、恥ずかしながらこの年になって親しい友達の一人もいません。変わらなきゃと思いつつ何をどうしていいのか全くわからないんです。参考までに教えてもらえませんか。初対面の方から見た印象、やっぱり私とっつきにくいんでしょうか。まあ正直とっつきにくいかな。あ、でも話せば面白い子なんだろうなとも思うけどね。ええ。もっとこう普段からニコニコしてりゃいいんじゃねえかな。ニコニコ。うん。こうですか。今弾きましたよね。いや、ごめん、想像してたのと違う感じのやつ来たから。変わりたいんです、こんな自分から。そんなに焦らなくてもいいんじゃないの。もう今年が最後なんです。そうだよな、3年生だもんな。あの、携帯をくれませんか。いきなりカツアゲ？足りない言葉ぐらい保管してください。つまり携帯の番号を教えてくれませんかと言ってるんです。友達ゼロからなんとか一歩踏み出したいから。それくらい読み取ってください。
そういう風にちゃんと言葉にすれば伝わるし、拒否るやつもいねえと思うよ。よく言えました。あ、笑った。今笑えてたよ。え、本当ですか？え、それじゃねえ。うん、一回深呼吸してみる。深呼吸して、困った人を放っておけない面倒見の良さ、気遣い。今日一日で随分と対人スキルの高さを感じさせられた。ナンバー001の失敗サンプルとは違い、被験者ナンバー002、貝崎新。きっと充実したリライフを送ってくれることだろう。では成績1位は大賀君と菱代さんでしたので、この2人を委員長に任命し、その証であるシルバーピンを渡したいと思います。大賀って頭いいんだ、あんなにチャラいのに。はい、じゃあ他のみんなもお願いします。海崎君、はい、頑張れ。はい、湯野平君、臼杵さん、小野谷さん、びっくりした。はい、俺とカリュー1年の時からずっと院長。マジかよ。このシルバーピン最高なんだよね。学食はタダになるし、交通費は支給になるし、他にも特典はいっぱい。へえ。次川地君。だから石代さん食堂にお金持ってこなかったのか。レナどうだった？だからそれ逆効果。最悪だ。俺でよければ勉強教えようか。全部赤点って。すまん、自分でもびっくりだ。へえ、人の面倒見る余裕なんてあるんだ。余裕でトップだから多少のハンデも欲しいかなって。ほら、すぐこうやって調子乗るから気をつけて。はい、俺お調子者です。でもカリュー今回は残念だったな。まあ風もひどかったししょうがないよ。別に体調管理も自己責任だし、風邪を言い訳にしたくない。私の方が人だった、それだけ。はあ、ストイックだね。可愛げない。どうして可愛げないです。よかったね、院長の相手が私じゃなくなって。はあ、別にそんなこと思ってないけど。何勝手な被害妄想してんの。大賀くん、少しは察しようよ。え、何を、何怒ってんの。はあ、カリューはもしかして大賀のこと。ん、
待てよ。ってことは菱代さんは狩人からシルバーピンと大賀の隣を奪ったってわけか。追試の勉強教えるって言ったじゃん。やっほー。3分待って。お邪魔します。お邪魔します。適当にこの辺座ってお茶入れるわ。うん。いやどうしてもカリオも勉強教えたいって言うからさ。そんなこと言ってないじゃん。どうせ2人が行くんだったら私も貝崎に住みようと思う。あれ、アルト君ご家族は？親は仕事で海外に行ってて今は一人暮らし。いいなぁ一人暮らし。俺もして。え、なんで？なんでって当然でしょ。自由を満喫する。あ、でも一人暮らししたらさ料理とかしなきゃいけないわけでしょ。当たり前じゃん。じゃなかったら誰が作るの？管理してよ。なんで私が作る？お休みのところ失礼いたします。業務連絡かよ。一人お友達ができそうです。カリウさんといい感じなんです。よく目が合うので笑いかけています。何故そう思った？とんだ勘違いだぞ。あれ、ヒロさんじゃん。うん、新たな仲いいの？いや、業務連絡的な。何それ。あ、呼ぶ、呼んじゃう。成績トップ2人なら勉強はかどるんじゃない？あ、いや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 、なんか忙しそうだし。ねえ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 、これ何？何それ？これ知らねえ。 MD。 へえ、これが MD か。ねえ、カリュー見たことある？ないけど。ん？天体観測？俺が初めて小遣いで買った曲なんだ。それすげえ昔の曲じゃない？俺らが幼稚園くらい？うん。いや、あの早熟な子供で。ねえ、これ聞いてみたい。借りていい？じゃあ、ウォークマン貸すよ。え？ MD の？はい。おー！ MD ウォークマン、すごい。でかっ。初めて見た。おー！やばいね。次回の委員会の件で相談があるんですけど。ねえ、ヒロさん、その呼び方固くない？カズくんでいいよ。え？カズくん。俺の下の名前、カズオミだからさ。じゃあ、カズくん。それでよし。よかりゅう、これから部活？なんであれ？まあ、いっか。それで委員会の相談って？他のクラスともう少し。はい。はい。はい。
礼します。今帰り。あれ、それ菱代さんのカバン。なんで逃げんだよ。離してよ。カリア。大丈夫かカリア。本当に何もない？はい。そう。カバンそこに置いといたからね。じゃあ先生は職員室に戻るから少し休んだら帰りなさいね。ありがとうございました。だけどお前だろ、最近の発注書の数字書き換えたの。いいんすよ、あいつ最近調子乗ってるから。部長に怒られた時の顔見た？見た見た。部長、佐伯さんは先輩たちに陥れられたんです。成績トップだからって嫌がらせを受けてるんですよ。貴重な情報ありがとう。先輩、なんで先輩が異動になるんですか？おかしいじゃないですか。私は大丈夫だから。だから海崎くん、大人になって。俺が余計なことを言ったから。俺のせいで先輩はもう余計なことはしないって決めたんだ。影薄くさらっと一年過ぎてくれりゃそれでいい。じゃあ俺先行くわ。カリュウ、勉強を頑張ってたよな。当たり前じゃない、今までずっと1位だったんだから。ひろさんのカバンどうする気だったんだ？顔しないでよ。逃げるなカリュ、答えろ。少し困らせてやろうって。カリュ、人を貶める行為は結局は自分を落とすんだ。頑張ってたじゃねえか。自分の努力を踏みにじるなよ。
わかんの？頑張ったよ。頑張ったけど全然叶わない。叶わないどころかバカにされて。私はこんなに必死なのに。なんで私だけうまくいかないの？いくら頑張っても結果が出ないと意味がない。そんなことない。人と比べた順位だけが結果じゃないんだ。頑張った分はちゃんと狩人の成長になってる。だから頑張ることを諦めるな。じゃあ俺帰るわ。カリンも落ち着いたら気をつけて帰るよ。あれ、菱代さん。あの、どうして狩人さんは私のカバンを持っていたんでしょうか。狩人に直接理由聞いてみたら、今聞かなきゃずっと分かんないままだよ。カリウさん、あなたを待っていました。大変なことになりましたね。えっ、なんでいいんだよ。気づかれちゃいますよ。なぜ私のカバンを持っていたんですか。嫌いだから。どれだけ頑張っても叶わなくて、私が欲しかったもの全部手に入れて、いつも勝ち誇った顔で、いつも私のことをバカにして笑うあんたが大っ嫌い。あの、バカにしたことなんてないです。知ってるじゃない、目が合うたびに笑ってるくせに。貝崎さんに笑顔でいろとアドバイスされたものですから。え、ねえ、しろ、ちょっと笑ってみて。はあ？それのどこが笑顔なのよ。どう見ても私のことバカにしてる顔だよ。
てません。私は狩人さんと友達になりたい一心で笑ってたんです。それだけです。どんだけ不器用なの。私の長所は頭のいいところです。は？でも短所は周囲に全く興味のないことです。至らない点は多々ありますが、今はこんな自分を変えたいと思っています。こんな私ですが、友達になってくれませんか？今回のことはごめん。いつから見張ってたんだ。ストーカーかい。僕は監視するのが仕事ですから。貝崎さんの熱い言葉しっかり聞かせてもらいましたよ。頑張ることを諦めるのですか。俺がよくそんなこと言えるよな。社会で頑張るのを諦めたニートなのに。笑っちゃうよ。いいえ、かっこよかったですよ。あの言葉は狩人さんの心に残り続けると思います。リライフ終了後、貝崎さんのことは忘れてしまいますが、誰が言ったかは思い出せないけど、高3の時自分を叱ってくれた人がいたなぁと心の奥に残るはずです。俺の言葉じゃないよ。私は諦めたりしないよ。だから貝崎君も頑張ること諦めないで。だけど先輩は結局会社を辞めることになって。佐伯が死んだって？線路に飛び込んだらしい。自殺だってよ。
夏休みだ。めっちゃ嬉しそうだな。そりゃ嬉しいよ。8月は祝日が少ないし。あ、そうだっけ。社会人にならないと気がつかないんだよな。何大人ぶってんの。いや別に。ねえ、これみんなで行かない。花火大会か。いいね。いいでしょ。来てみんなで行こうよ。うん、8月20日どう。あ、ちょっとこの日用事あるかも。えぇ、何用事って。何ちょっと何。ねえ、ひしろもよかったら一緒に花火大会行かない。ひしろも一緒に行こう。はい。やった。あ、そういや、二人とも追試の補習、夏休みもやるから。あー、涼しい。まったく、オネアのやつも遅刻だし。そりゃ夏休みに学校なんか来たくないよな。受験生の自覚はどこ行った。花火大会も行くんだし、ちゃんと勉強しないと。うん。ねえ、花火大会さ、女の子たちどんな格好で来るかな。広さんは全然想像つかないな。あ、カリュウは新しい浴衣買ったって言ってたわ。なあ、大賀って彼女いねえの。は？何急に。だって夏だぞ。高校最後の夏、浮いた話の一つくらい。え？別にいないけど。だよ、もったいねえ。イケメンの無駄遣いが。大きなお世話だ。そう言われてはいないのかよ。俺のことはどうだっていいの。うん。じゃあ、好きな子はいる？みんな好きだよ。なんでそういう答えが出てくんだよ。バカなの。新たにだけはやりたくないわ。じゃあ気づけばよくこの子と一緒にいるなーってのは。パリュー？話してて面白いなー、楽しいなーってのは。カリュー？キスしたいなー、その先に進みたいなーってのは。は？そんな風に見たことないよ。オーガ、勉強も大事だけど恋愛ってのも大事だと思うぞ。目の前にいる人が突然いなくなることだってあるんだよ。今をもっと大切にしろ。なんかおっさんくさいな、新た。オーガ、お前カリュウに告白しちゃえ。は？何言ってんの。行けって。うるさいな。ごめんごめん。遅刻。あれ、ヒシロン？ん？ん？ヒシロンも勉強？あれ？あ、ねえ、みんなで一緒に勉強しようよ。ね？いいじゃん。ね？やったね？はい。シロさん、お待たせしました。あー、ヒシロ超かわいい。ありがとうございます。似合ってるねえ。カイザキ遅いね。用事あるって言ってたし、来られないのかな。ま、もうちょっとだけ待ってあげますか。
今日本当に来られないんですか。私は貝崎さんのおかげで一歩踏み出すことができました。花火一緒に見たいです。ひしろ、はやっぱ無理なのかな。うん。オーガ、オーガ、ほらか。ごめん、お待たせ。大丈夫だったんだ。みんなで待ってたんだよ。マリ。ねえ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 、見て見て。どう？可愛いでしょ。うん。よし、じゃあ行くか。あっちあっち。行くか。よし。Okay. はずとり完了。はい、よし。ねえ、始まる前に、たこ焼き買おう。あ、いいね。はあ、焼きそばでしょ。たこ焼き。焼きそば。たこ焼き。焼きそば。たこ焼き。焼きそばです。焼きそば。たこ焼き。焼きそば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 。はいはいはい。焼きそば。どうも買いましょう。どう。お、買えたんだ。買いました。もうちょっと。うまそう。ねえ、もう食べてていい？待っていてよ家族。はい。トウモロコシ食べないんですか？トウモロコシ買ってこようか。トウモロコシあっちにあったよね。だよね。あれ、うん、中止か。残念。また来年来ればいいよ。大学生になってもさ、みんなでまた来ようよ。うん、そうだね。花火は今年だけじゃないもんね。うん。違うよ。今年の夏は一度きりだ。高校最後の夏はもう二度とやってこない。そんなこと言われたら。一度切るか。ちょっと、カリエ、俺はお前のことが好きだ。はぁ、俺と付き合ってくれ。なんなの急に。なんでこんなタイミングなの。じゃあいつならいいんだよ。いいよ、待ってたんだから。え、なんて言った。もう、ルナ、このバカ。え、ガリュー、あなた、お前のせいだからな。
学園勉強会。ああ、もう学園祭だけだな、楽しみなのは。あ、そうだ、私たちバンドでやり曲決まったんだ。前に新たくんに借りた歌、すごいいい曲なんだよ。聞かせて。うん、あれ、そういや新たはテストがやり逃げたんじゃない。はあ。サボりだな。キャンパスの申し込みいるかなと思いまして。海崎さん大丈夫ですか。ありがとう。熱もありそうですね。はい、安してください。ググったら男子の看病はこうしろと書いてあったので。ごめん、ありがとう。早く良くなってくださいね。うん、そういえば受験勉強を始めてる。あ、はい。どこの大学受けるの。私はもしかしたら留学するかもしれません。このチラシの写真、他にもっといいのないの。いけてると思うけどな。え、おのやバンドでやる曲決まったの。え、言ってなかったっけ。うん、ちょっと待って。あれ、この曲学園祭でやることにしたんだ。マジか。すっごい曲だね。教えてくれてありがとね、あなた。頑張れよ。ありがとう。じゃーん。何？これライブの時に配って盛り上げるから。嬉しい。あと俺たちでダンスの振り付けも考えたんだ。そう。明日が僕らを呼んだって返事もろくにしなかった。今という吐き越し君と舞台追いかけてた。 Oh yeah。 ああバンド盛り上げ
ツゴー。応援鏡の時の手は左手が前、こう拳を重ねて、石野さんちょっと合わせてみる。はい。静着を切り裂いて、いくつも声。あ、ごめん。すいません。もう一回お願いします。うん。海崎さん。あ、石野さん、ここ右からだね。右から、右。さあ、あの人たちはほっといて、私たちは作業に行きますか。やっぱ俺が教えてくるわ。ちょっと、え、何、あんたも作業すんの。はい、自主練してみました。いかがでしょうか。何見てんの。あ、ちょ、何、ちょ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 、何、あ、シロさんじゃん。え、超可愛いな。あなた告白したい。は、なんでだよ、別に関係ないし。え、だってシロさんのこと好きなんでしょ。カリュウとオネエが言ってたぞ、バレバレだって。え、そんなことねえし。今年の夏が一度きりなら今年の秋だって一度きりでしょ。今を大切にしろ、今を。うるせえよ。ほらほら、はい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 、はい、できるなら俺だってそうしたい。でも リライフを終えた後、貝崎さんに関わった人すべてから貝崎さんに関する記憶は消えます。頑張れよね、ライト、肩の力抜いて。続いては、軽音楽部、コッペパンズの演奏でーす。やめろって、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 やめろって
暴力は良くないと思います。だよね。ごめん。海崎さんらしくありません。なんであんなことしたんですか。なんでって、それはつまりその好きだから。あっ、いや、石野さんすごい嫌がってたから私と恋人になりたいという意味でしょうか。はい、そうなります。それは できません。お断りします。告白した？でもって振られた？嘘でしょ。おかしいな。両思いだと思ったんだけど。まあでもこれでよかったんだよ。ねえ、そんなの嫌だよ俺。てかもしかして七郎さん留学のこと気にしてるとか？そんなに落ち込むなよ。もう一回告白しろ。サンキュなあ、リライフって途中でやめられるんだっけ。可能ですが、どうしました。なんか続けていく自信なくなっちゃってさ。シロさんのことが原因ですか。それもあるけど、学園祭でみんなに迷惑かけちゃったし、余計なことしないようにしてたはずなのに、いつの間にか俺。じゃあやめますか。そういえば花火大会の日、一周忌だったんですね。うん、佐伯先輩の命日だった。本当はあの日一人っきりになりたかったんでしょう。でも貝崎さんはみんなと一緒にいる時間を選んだ。そこに答えがあるんじゃないんですか。そうだ貝崎さん、
週末空いてますか？え？どちら様でしたでしょうか？あ、佐伯先輩と同じ会社だった。あ、いえ、その弟です。兄に頼まれて代理で来ました。そうでしたか。あの会社で姉のことを気にしてくださる方もいたんですね。あの、兄はとてもお世話になったと言ってました。姉も無念だったと思います。あんな事故で。次の会社も決まって張り切っていたのに。外資系なので英語も使うし、ますます大変になるけど、やりがいがあるって楽しみにしてました。そうだったんですか。そういえば姉が言ってたことがあります。会社にどうしようもなく暑苦しい後輩がいると。暑くておせっかいでまっすぐで、姉はその人に救われていたようです。いつも感謝してました。貝崎くん。頑張ること諦めないで。はい。明日の一限なんだっけ。学校続けるんですか？当たり前だろ。みんなにとって何か残せるように俺頑張るよ。修学旅行？まあいわば卒業旅行なんだけど、受験が落ち着いたらみんなで行かない？私たちだけの修学旅行ってこと？あ、いいね。うん、面白そう。行こう行こう、みんなで行こう。行こう行こう。よし、じゃあ決まり。石野さん、さっきみんなには話したんだけどさ、受験終わったら修学旅行行かない？修学旅行？うん。
みんなで最後の思い出作ろう。残りの学園生活頑張ろうね、ひろさん。はい、うん、じゃあまた明日。いよいよラストスパートだよ。本番に向けて気合を入れ直して頑張りましょう。はい、二人が卒業できますように。大げさにかかってんすか。なんでだよ、勉強しろよ。じゃじゃーん、うわー、83点すげえ、あれまでいけるじゃん、あなた。しゃー、100点も夢じゃないの。500点狙えるな。いけるいける。ねえ、貝崎はどうすんの。同じ大学行くと思ってたのに。あー、俺はちょっとやりたいことあるな。それでは試験開始です。はじめ。おはようございます。どうしました？真剣な顔で。いや、桜が咲いたら卒業だなと思って。そうですね。皆さんは大学生になりますね。みんなと一緒に大人になりたかったな。あ、そうだ、夜明けも一緒に旅行行こうぜ。え、いや、僕は。新人くんと夜明けくんって仲いいんだっけ。いいコンビだよな、俺たち。え、はい。夜明けも最後の高校生活なんだし、一緒に行こう。よし、決まり。6人みんなでバーッと楽しもう。イエーイ、楽しみ。とっておきのやつ考えてるから。おお、海外。海外、海外。それは秘密です。秘密かい。秘密です。秘密ですよ。ひろさん、どうしました？私、初めて自分以外の人にこんなに興味を持ちました。2年目のリライフで変わったんですね。リライフを延長させてもらえませんか。私はせっかく機会をもらったのに何も変わることができませんでした。このま
ままじゃ元に戻れません。本当に変わりたいんですね。お願いします。もう一年だけチャンスをください。頑張りたいんです。変わりたいんです。よし。何なんですかこれ。勉強してる時もご飯食べてる時も何してても、いつもいつもあの人のことを思っちゃって、気になっちゃって、なくて。でも彼のことをもっと知りたくて、これが恋だなんて。知らない方が良かったですか、そういう感情。知ってよかった。私貝崎さんと出会えてよかった。でも春になったらお別れなんですよね。貝崎さんの記憶から私は消えるんですよね。もしどちらかが本当の高校生だったら、忘れられても被験者には思い出が残る。思い出を胸に生きていくことも、探し出して再会することもできる。しかし被験者同士ならお互いにお互いの記憶が消えてしまう。思い出すことすらできない。夜明け、あまり入れ込むなよ。被験者はあくまで観察対象だ。はい。貝崎さんの隣には、被験者ではない、普通の17歳の女の子が。本当だ。ということで、改めましてみんな合格おめでとう。よかった。ところでさ、行き先は？ちょっと待って。じゃーん、旅のしおりです。作ってたんだ。いや、細か。詰め込みすぎでしょ。日帰りだよね。あ、もう5分押してる。
な出発するよ。出発。え、マジで。ちょっと待ってよ。気持ちいいね。位置づけ。よーいスタート。ブレータ行け。こっちで美味しい。あ、ね、後ろも一緒にあげよう。ないです、面白いです、ね、ちょねえねえ、ちゃんとついてきてね。みんなもみんなもね、ちょねえ、値段がこっからだ。はい、魚です。もう、次ちゃんと見たいのに、はい、ちょっと、え、大丈夫、スケジュールこなすの。はい、鳥です。誰だよ、こんなスケジュール組んだの。俺です。はい、次行くよ。ちょ、新た本当に子供だよね。かまれかまれ、ほら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 、いけ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 、バイバーイ。抜いた抜いた抜いた。いけ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 。楽しいですね。ん？みんなと一緒にこうやって遊ぶの。貝崎さん、私来てよかったです。よかった。俺もだよ。あの、みんなで食べるように作ってきました。おお、ここは間に合わない。ここにも行けない。ここは何が何でも絶対行く。モテようとしてるでしょ。みんなみんな、ちょ、時間ないから、急いで急いで食べて、やばい。
来た来た来た、ほら早く早く早く、これ逃したら1時間は来ないから。あれハンカチベンチかな。私ちょっと見てきます。ありがとう。あ、僕もボールペン。ちょっと待ってろ。すいません。ないです。え、え、あ、ちょ、お前ら、ちょ、ちょ、お前ら、しなさいよ。パンダとか帰ってくんな。グッドラックバイバイ。おい、あいつら、ったくもう貝崎のやつ世話が焼けんだから。人のことはおせっかい焼くくせに。ほんと、いっつも説教臭いし、どこかおっさん臭いし。でもいろいろと助けられたよな。バス来ないね。来ないですね。あのさ、思い出ってどう思う？え？いや、なんていうか、思い出ってやたら写真とかに残したがる人もいるけど、大切なのはそこじゃない気もして。私もそう思います。本当に？何か楽しいことがあったっていう、そういうぼんやりした記憶でも人は生きていけるんじゃないでしょうか。そうだよね。私、春には留学してしまうし、日本には当分戻ってこられないけど、でもみんなと過ごせてよかったです。俺もこの一年すごく意味があった。学園祭の時は困らせてごめん。でも後悔はしてない。俺は今でも菱代さんが好きで。私は大丈夫。シロさんの気持ちは分かってるから。でももうすぐ離れ離れだし、今のこの気持ちを最後に伝えたかったんだ。俺、シロさんのことを忘れない。
私も。忘れません。私も。海崎さんのことが好きです。よく頑張ったね。はい。ねえ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 、みんなで写真撮ろう。おお、いいね。いいね。こっちこっち。どうしたの？ほら。ああ、私どこ。はい、帰ってこれ。よし。この一年、本当に楽しかった。大丈夫。行けるから。みんなに良かったって思ってもらえたこと、俺がいてそうなったこと。記憶は消えてしまっても、その一瞬一瞬は確かにあって、それがこの先も続いていって、全部何もかもが、なかったことになるわけじゃない。残せるものもあるんだ。わあ、いい写真。バラバラだよ。いい写真。かわいい。うん。あのさ、最後にこれだけは言わせてくれ。今を大切に、でしょ。うん。やっぱり。笑ってるよ。本当にお前ら最高だった。一年間ありがとう。ちょっと、何泣いてんの？いや、これは汗だ。汗だって。これから成人して、就職して、いろいろつまずくこともあると思うけど、みんな元気で、で俺おっさんくさいから。そうだよ、なんか永遠の別れみたいじゃん。やだ、もらい泣きしそう。てか、レナ、もう泣いてるじゃん。バカ。おめえのせいやぞ。おい。やめろ。ありがとう。
さようなら。貝崎さん、リライフお疲れ様でした。新しい人生でやりたいことは決まりましたか？ああ、見つけたよ、俺にぴったりの仕事。約束通り私どもで就職先の斡旋を。いや、いいんだ。え？これから先は自分の力でやってみるつもりだから。戻ったら28歳ですね。なあ、28の俺にしかできないことを思いっきりやろうと思う。今を大切にして。はい。貝崎さん、ご卒業おめでとうございます。ありがとうございました。被験者ナンバー001、菱代千鶴。ナンバー002、貝崎新。リライフは滞りなく終了。再開される人生は、二人の適性から考えて、実りあるものとなるだろう。願わくは、二人に最高の未来が訪れますように。はい、よいしょ、よいしょ。はい、貝崎。はい。まあ、うちの社員になるよ。あ、すいません、やりたいことあるんで。寝坊した。一限目サボっちゃった。たくん、今を大切にでしょ。今を。あれ、それ誰かも言ってなかったっけ。うん、誰だっけ。散々言われた気がすんだけどな。
テスト始めるぞ。まさか筆箱忘れたやついないだろうな。いないよそんなバカなやつ。それがいたんだよ昔な。リライフを終えて気づいたことがある。世の中には放っておけないやつが多すぎる。はい、じゃあテスト開始。これからは教師として生徒たちにうるさいほどおせっかいをしてやるつもりだ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか？だいぶ慣れてきました。頑張ってくださいね。ありがとうございます。そこは僕の席なんですけど。すみません、とりあえずこの辺にと言われたので。あ、はじめまして。臨時教員として採用された菱代と言います。はじめまして、貝崎です。今日初日ですか？はい、次の授業からなんです。何組ですか？1年6組なんですけど。ご案内します。ありがとうございます。